サスタメ見てみましょう。クラリスを上げてみます。ヒラリーもいいですね。ナナコの代わりに、ナナコじゃない、サツキを代わりにヒラリー。キャンもまあ無視はできない。入れてみましょう。ヤンをサウの代わりに緑とクルミを入れ替えます。そして守備陣をどうするかですよね。みんな守備陣いいからな。よりは学びだし、チャネットを入れてみるか。なんか結構新世代が育ちつつあるかもしれないですね。さあ、これはですね、ゾーンをどう取るかですね。これでいきましょう。もちろん攻撃的で、今の我々を選手データです。まだまだ S がないですね。さあ試合開始です。公式戦、ここで幸子とヒラリーを入れ替えます。さあ15節、こちらがホームですということもあり、GA スタジアム圧倒的な勝率。ただですね、あんまり客がいないような気がするんですね。隙間が空いてる感じ。もっと上をって期待してるんでしょうね。さあ、早くもピンチ。ポイッと上げてるとこがさすがです。おーっと、2人すごいな、巧みに抜きましたよ。スーパープレイが続きますね。さあチャンスが来るみ、ここはライダーに伏せられて、逆にピンチ、つるはし。さあヒラリーからジャネット。さあ逆サイドが逆に2枚目になる。くるみー、届かない、届かないというか、くるみは包囲網が出来上がってますからね。ヒラリーうまい。さあ今度はこれはちょっと攻撃が続かなかった。さあここは、キーパーがゴール前に何人もいる体勢を整えてます。極端なんですよね、試してます。さあ緑渡ったが、キーパーの正面だった。これがノーホイッスル。もう早くもゲージが2の選手が続出しております。こう運動量を求められる布陣ですね。おっと、息立て、この緑が決まったが、チャンスなのになぜ入れられない。さあサリバンが抜け出した、もうゴール前だ。一気に前に、これがクルミに通る。どこだ緑。ファールになればよかったんだが、
さあ、動きが激しくなります。ゴール前、おーっと、危ない。外に出します。あ、ここでクラリスとミユキ。まどっかに変えましょう。守備も交代です。学びなのか、美穂なのか、美穂にしましょう。さあ、二人。早くも交代の手を打ちます。さあ、前半これで。バランスを保ちたい。まだ点数が入ってませんからね。点を入れたいですね。ファルですね。さあ、落ち着いていきたい。くるみ。チャンスを。なかなか守備が硬い、このチーム。早い。窓か、正面か、当たりましたね。ここら辺の打たれは強さ。彩香が、ちょっと無理があるが、これくるみがヘディングを打ったが、そういうボールを出せなかった。すごいですね、幸子。サリバンがすぐ対応します。おっと、これどうしたんだ？トーマスが上がってくる。ここは夏希がキープです。もう一人交代枠残してますからね。ミオなのかヤンなのか。ミオですね。勝ちたい。あ、外に出しましたね。ファルです。さあ、くるみ全体を、おっと、見ようかな。先取点です。フラダンス踊ります。ようやくリード。さあ、見てみましょう、どうなったのか。くるみが先上げて、ミオですね。ミオが決めました。終わったばっかりのミオが、先取点を奪いました。さあ、これで守っていこう。サリバン、これは早いですからね、サリバンも。ファールなのかよ。嘘。ヒラリーにイエローカードを取られてしまいました。さあ、ここは、夏木が横飛び。ここは気をつけないと。ボールをキープしてほしい。落ち着いて。三角です。いきます。あーっと、取られてしまった。草薙に。横飛びが目立つ。キーパーが頑張るってすごいですね。さあと、これはボールを渡してしまった。これが良くない。あーっと、横に外れたが。でもまだ、ピンチが。あーっと、ペナルティキックになってしまった。しかし、キーパー防ぎました。今度は、コーナーキック。あー、はいられてしまった。サリバンだ。ペナルティキックを防いだと思ったら、死に防いだんですが、サリバンの手によって決められてしまいました。さあ、もうほとんど時間はありません。試合終了かな？痛かったですね。さあ、くるみが
左上がったんですが、くるみタイミングは合いません。このサリバンが本当強いですよね。さあこれは危なかった、トリーノが。さあジャネットからサリバン、クルミ、ちょっとトーマスに取られそうになったようですね。クルミはリングで飛び降りますが、さあこうペナルティーキックじゃない、フリーキックのクルミが蹴って入り組んだんですが、決めたのはミオ、ヘディングシュート。そしてですね、ペナルティーキックを取られて、それは防ぐんですが、この後サリバンが、これですよ、ばらけたところを奪われました。シュート数やボール支配率は上回ってたんですが、残念ながら同点でした。まだ6位のままですね。勝ち点21点。満足できない、満足させてあげたい。お、移籍シーズンが終わったみたいですね。さあこれでですね、結構間が空くんですよね、この時期は。ジャパンカップなども挟まるんですが、こっからしばらく間が空いて、いよいよジャパンカップのシーズンとなってきます。今年は北のブリザードステップリーグからの相手ですね。ちなみに選手リーダー、これ運命の差ですよね。ワードが若松しか動きがなかったですね。はい、というわけで、いつもあるんですが、試合終了直前に点を取られてしまう、結果的には勝てずに同点で、終わりました。次の筑波川戦は強敵ですが、なんとか踏ん張りたいですね。はい、というわけで、次回はですね、2週あるということなので、公式戦じゃなくて2週とも練習試合の様子をお届けしたいと思います。はい、ではまた次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。